最近 SNS にメンクリア、うつ病、ADHD などのワードがよく上がります。患者さんが一方的にどんどん増え、そうすると患者さん一人にかける診察時間はが減るような気がします。そこのところ、精神科の先生はどのように対応しているんでしょうかと。えー、っとですね、一人、患者さんが増え,る増えているので、精神科医が足りなくなっているというのは、まあ、一つの事実ですね。ただ、入院患者さんも合わせて減っているので、相対的に外来の患者さんあ、外来をメインにする精神科医は増えているという印象です。はい。 で、一人にかける診療時間が減るっていうか、もうあの、僕とかも完全予約制にして初診の数を減らしてたりするので、そういう形で一人当たりの診察時間を確保するようにしていますね。だけど、それは東京だからできてるのであって、地方だったらその病院しかないから見ざるを得ないっていうことも起きてるような気がしますし、児童のところとかもそうなってるのかもしれないですね。うん。だから、やっぱり医療っていうのを、 もうちょっと計画的にやらないといけないんじゃないかなっていうのは <laughs> あの思いますね。だ今回のコロナの件もそうですけれど、結構命名が自由にやれてるんですよね。日本の医療って、医療制度って、すごく緩やかな統制しかできてなくて、職業の自由がかなり認められるって感じですね。どこで開業しても基本的にいいので。だけど、そのもうちょっと国家で統制した方がいいのかもしれないですね。だから、それは結構思います。はい で、医療政策っていうものをもうちょっとそのトータルで考える必要があるんでしょうね、本当は。うん、ただそうすると個人の、医師の、医師個人個人のやりたいことができなくなってしまうし、自由も減ってしまうんで、それを嫌がる医師もいるだろうし、うん、なかなか難しいですね。まあでも、 まあ兼ね合いいかなと思いますただあの僕そういう国家戦略とかは僕ができることではないし関係ない話世界なので、まあ、僕ができることでいったら、まあ、YouTube やるとかメンバーシップで自助会をやるとか、まあね、あのカウンセラーを雇うとかドクターを雇うとかそういうことになるのかなと思いますけどねどうなんでしょうか。はいえー、なかなか難しいね。うん